皆さんお疲れ様です。釣り釣り天国の佐藤です。今日はね、久しぶりにアジングの方に行こうかなと思っております。でちょっと出遅れてる感はすごいあるんですけども、レインズのレーシングアジリンガーを使って今日はね、実践していこうかなと思っております。と、まあアジの具合、まあ去年はね、この時期もポツポツと尺アジが上がってたんですけども、まあちょっと行ってる方によると20過ぎから25ぐらいがポツポツと上がってるという話なんで、でかいの狙って今日もやっていこうと思います。ではご覧ください。はい、レインズの、競技特化型誘発フレーバー、極上岩磯目ってやつを買ってきました。今日はね、これを使って、実践の方をやっていきたいと思うんですけども、まあ、色的にね、なんか他のカラー見てても別にグローが入ってるとか、K ムラが入ってるって感じではなかったんで、ちょっと明るめの色が一番、これが明るめやったんで、もうこれだけ今回は買ってきました。はい、針に装着しました。ちょっとね、匂いなんていうかね、独特な、お前虫っぽい匂いしてますね。イージーシェーカーとはまた違う。でもイージーシェーカーと比べると、イージーシェーカーの方が匂いは強烈でね、ちょっとね、なんか感じも普通のアジリンガーより柔らかい感じはしますね。うん、これもまたええ感じにピロンピロンになってくれるんちゃうかなと思います。でまあ理由はね、フロートダイブちょっと重めの 1.8、 また今回早めにボトム沈めてでかいアジ釣れたらいいなと思ってます。でジグヘッドは 0.4、 ティクトの、アジスタですね、金針、ちょっとこれでやっていきたいと思います。でロッドはね、ちょっと久しぶりに月下美人の 80ML なんですけど、ちょっとこれね、先をソリッドに改造して変えてます。まあ釣り釣り天国のステッカーも貼ってますっていう感じで。で PE はレ6で、リーダーは 1.755 です。まあこれで早速やっていきましょう。でまあ釣り方としては、もうとりあえずね、僕は投げてすぐ糸ふけ取りたいんで、取ってまあ流れがどっちに流れてるかをまず見たいですね。でまあロッド立てて、まあもうこれで潮が早かったらね、もうこう竿先がこう軽くこうどっちかに持っていかれる感じはわかると思うんで、わからんかったら、まあ、風もあったりすると思うんで、糸ふけを取りながら、まあ、ずーっと沈めていくと。で、まあ、着底すると、まあ、簡単なやり方で言うと、まあ、言うたら10、大体時計の針10時ぐらいの位置から、ちょんちょんちょん3回ぐらいして、また10時の位置で巻いてくる。でこれで糸ライン、まあラインを張って当たりを取るという感じですね。ちょんちょんちょん戻す、こんな感じです。まあできる人はジグタンみたいにこう巻きながらちょんちょんしてもいいですし、でまあまたホールさせる。このまあ、この間のカウントとかは、まあ、5秒であったり10秒であったり、まあいろいろその時その時で違うんで、まあ、皆さん自分でパターンを探してみてくださいということです。まあだからこんだけのちょんちょんぐらいやったら、もう5秒ぐらい
でええかなと。であんまりちょんちょんしすぎて食わへん時もあるんで、その時は逆にこう竿先をふわーっとして、またラインを、まあ竿先を位置に戻してあげる、こういうのも一つ有効な手です。活性糸ね、ここにちょんちょんちょんでバーンって食ってきてくれるんで、たらまあ最近やっぱね、アジの動画を上げれてないっていうのはやっぱりどうしてもシャクアジを釣りたいっていうのもあるんですけど、まあ今回はね、そのアジリンガーの、まあもともとね、アジリンガー言うたら釣れるワームやしね、それにもうあんな匂い配合させたらどえらいことになってまうんちゃうかなと思って、レインさんにかなりのプレッシャーを与えつつ、デカアジないしを狙って、まあ数釣りでもいいですし釣れたらいいなと思ってます。オーケー。久しぶりのアジング楽しい。オーケー。よいしょ、ナイス。オーケー。やっぱでもこのサイズが多いんかな、もう最近。もうでも、この時期尺去年上がってたような気がするんやけど、ずっと20ちょいから25ぐらいが多いですよね。でもナイスです、アジフライです。オッケー、ナイス。ちょっとマシかな、でもやっぱ同じぐらいかな、20ちょいかな感じやね。よいしょ、あっ、同じサイズ、元気がいいやつ、アジフライサイズ20ぐらい。まあ、なんで今日ねロットゼスタノンじゃないかっていうと、あの84の MH なんでね、ちょっとねやっぱこのサイズのアジかけると乗らないんですよ。割と弾くっていうのがあったんで、ちょっと竿先入る竿にしました。まあ僕の技量も足りないのも一つやと思うんですけど、ちょっと強すぎたねロットが。
ってきた。おお、ちょっとサイズ上がった。おお、よう走る。ナイス。上がらんな上がらんね元気がいいだけでした。やっぱりこのサイズがアベレージですよね。うわー、えぐ、今の何、めっちゃ油断してた。なんか何のあたり、よいしょ、 OK、 サイズアップした。でもこれでも25ぐらいなんやろな。あー、そうやな、ええ当たりやったな今の。ナイス。うわ、アジリンガーでタチウオも釣れました。こいつはちょっと逃がしたいと思います。はい、ということで雨も止んだんですけどね、もうそっからね、ピターっと辺りが止まって、しまい目にはタチウオがね釣れるというね、アジリンガーの凄さまあということで、まあ明日も仕事なんで今日はこれで終わりたいと思います。はい、超過報告です。今日はね、レインズのレーシングアジリンガーを使ってね、極上岩磯目ですね、競技特化型のフレーバー入りをのみを使って今日やってみたんですけど、まあ、つぬけすると思ったんですけど、サイズもね、この時期も去年やったら尺上がっとったんですけど、もう今日最大が25ですね。ずーっとこんな感じですね、最近は。まだ早いんかな、それとも今年アジが不調な可能性もあるということで、まあ、最後、まあ、アジリンガーでタチウオも食ってくるということで、皆さんぜひ、まあ、アジリンガーはね、もう、みんな大好きやと思うんで、ぜひぜひ使ってみてください。まあ、この動画が、いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。